さあ話をしようじゃないか。皆さんこんにちは、こんばんは、しじょみさまでーす、うん、さあ台湾に行くということで今回の機材発表。失礼しました。まずは何はともあれこの子を持っていくでしょう。 GoPro Hero 7 ブラック、ブラックだよ。これに対してバッテリーが3つです。これね、真ん中のやつ引っ張る紐がね、切れまして、セロハンテープになってます。はい、これが今回の基本セットなんですが、前回撮影した時にちょっと風の音がすごくうるさいなって感じましたので、今回はちゃんと買いました。じゃん、風防です。これのすごいところは、まあ、もちろんこうやってはめるものではあるんですけど、これだと三脚にはまらないので、ケースに入れた状態でかぶせられるのがこの子の良いところです。で、ケース、みんなさ知ってたかわかんないけどさ、これ外れるんだぜ。怖いけどね。ほら外れるんですよ、実は。なんで一応充電しながらもいけちゃうかな。これが意外に下の人多いんだよ、ここ外れるの。ケースにはめるじゃろ。でその上から完璧じゃろ。ほら、ね、今回はこれでいきたいと思います。続いて持っていくものはこちら、じゃん、ハイドミックスです。前回もね持っていきましたが、やっぱりねこの子の映像が凄まじく綺麗だったんで、今回もこれ持っていきたいと思います。そしてマイクも実はグレードアップしました。ロードですね。これ検索したら結構すぐ出てくると思うんですけど、これでモコモコ対応もしましたので、がっちり撮っていきたいと思います。そして、もう一台が、こちら、じゃーん。はい、キャノンのアイビズミニです。これはですね、私のではなくて、お借りしているものなんですけれども、なんもう売ってないんだよ。製造が終了しちゃって、もう売ってないんですよ、このキャノンアイビズミニさん。なんかアマゾンとかで検索したら2倍とか、出したら3倍ぐらいの価格になってるんですが、まあ YouTuber からしたらすごいカメラですよね。こうやって撮れるし、マイクが正面にあって、これね、音の性能がむちゃくちゃいいんですよ。過去にラストクエスチョンとアイドルのライブこれで撮ったんですけど、もう爆音でもちゃんと調整してくれて、この子はもう本当に素晴らしい。もう買い再販してほしい、そしたら買うのになぁと思っている商品でございます。アイビズミニ、はい、メインはこちらの3台でいこうと思います。 GoPro とルミックス、ジェットとこのアイビズミニです。であとは今これ撮ってるこのスマホ、ギャラクシーの S10 を持っていきます。もう広角にもなったし、かなり綺麗な映像が撮れると思うので、これを持っていきます。で、三脚は2台か3台、それも自撮りのやつを持っていきます。本当はジンバルをねまた持っていきたいんですけど、結構かさばるので、今回はジンバルは持っていかないでおこうかなと思っています。もし必要だったら向こうで買ってみる、こっちにしようかな。で、三脚はこの曲がる自撮り棒ですね。これも GoPro と、あとここくるくるあるので、さっきのアイビズミニも全部つけたいと。で、今撮ってるやつを持っていきます。これね、三脚にもなるからすごい便利なんですよね。ね、ちっちゃくなるでしょ、素晴らしくない。はい、あとはモバイルバッテリーを2つ。どれもこれもすごいバッテリーの持ちが悪いんですよ。
ゴープロさんも多分1時間ぐらいだし、GA とルミックスの方も1時間ぐらい。なので、それぞれ USB ケーブルを持って行って、都度充電をするっていう感じになります。あとは、あ、そういえば、皆さん、海外旅行行った時、すごーくホテルって困ったことないですか？コンセント1個しかないの？え、コンセントベッドから遠？みたいなやつ。ツインとかで行ったってコンセントがテレビの横とか困るじゃないですか。それも一箇所とか。今やスマホとかたくさん充電したいのにできない。これは死活問題ということで、美佐子がおすすめするのが、はい、ドーン。コンセントが1、2、3、4つ、そして USB させるっていう素晴らしいアイテムでございます。これ1個挿して、でバッテリー充電とかで USB 挿して、でコンセント挿してみたいな感じで使うものになります。でこれプラス一応延長コードも私はいつも持って行っております。これに周りだーっとこうカメラの充電系をやって、でもう1個長いやつで自分たちの近くでスマホを充電したりとかするのに使っています。いや、この子すごい便利だと思うんだよね。もうカメラをたくさん持っていくとか何人かで行くっていう時はマジこれおすすめ。うん、すごく便利だと思います。もう撮影はたくさん今回もしたいと思うので頑張ってきます。じゃあ次の台湾編をお楽しみにしててください。美佐子でした。バイバーイ。サムネ使うかなと思って一応笑ってます。はい。バカだと思いますよ。水道代を払った。